皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、10月2日、18時41分、今回日本から参戦している凱旋門賞の馬に関しては新エンペラー、のみと、なってますので、新エンペラー、まあ武豊さんは海外の馬に乗られてますけども、まあ、今回、僕としては、まあ、日本の馬が、凱旋門賞を取ると、まあ、そこが、まあ、その海外戦の、目標ですので、まあ、できれば、まあ、日本から出馬する、一頭の馬に、まあ、武豊さんだとか、まあ、別の日本人の方が、まあ、乗ったりするような形で、まあ、チャレンジしていただきたかったんですけども、まあ、今回は、新エンペラーに、ついて勝ちに行こうと思っています。まあ以前申し上げていた、馬なんですけども、今回は、凱旋門賞に登録をもうやめられたんでしょうか。まあ新エンペラー1頭でのチャレンジということで、まあ迷いなく、新エンペラーで、まあ、チャレンジできると、思っています。23時、20分頃の出走ということでした。まあテレビで、スポルト等なので、もし中、まあ、地上波で、中継があるのであれば、まあ、そちらを見て、取り組むような形で、で、まあ、なかったらインターネットで多分中継があったと思いますので、まあ、そちらの方で、取り組もうかなと思っています。以上です。